お前が風影、一尾のガラか。さて、どれだけやるのか楽しみだ。守るべきもの、砂隠れにあだなすものはこの俺が潰す。戦闘開始。暁がいかに強い相手だろうが、砂隠れは守りきってみせる。機械の術を使う相手だったが、俺は負けるわけにはいかなかった。砂隠れを崩壊させようと大掛かりな術を使ってもきたが、里に手出しはさせない。だが暁の目的はこの俺の中の死角。里の防衛と引き換えに俺は奴の策にはまってしまった。その後のことはよくは覚えていない。ただ白い世界を漂い、ふとおぼろげにあいつの声が聞こえ、そして次に目を覚ますと、そこにナルトがいた。渦巻きナルト、奴はまた俺を救ってくれた。かつては敵だった俺を、奴は笑って救ってくれた。奴は俺にとって光そのものだと分かった。かけがえのない友だと分かった。だからこそ理解できない。
なぜ渦巻きナルトのそばにいながら闇を選ぶことになったのか。ウチハ・サスケ、お前はなぜそちら側にいる。この俺の肉親をガーラ、お前にも教えてやる。なぜだサスケ、なぜ。戦闘開始。すさもう突き上げる。サスケはあの頃よりもさらに闇に囚われている。いかに痛みを与えようと憎しみは肉体を凌駕し、復讐をなすためだけに奴は立ち上がる。もはや俺の声はサスケには届かない。無駄だ。まだ終わってない。闇の力か。以上が五影階段で起こった全ての出来事だ。サスケはお前を見ようとはしていない。自ら闇を求めている。ナルト、お前は俺に自分は火影になる男だと言ったな。俺は風影になった。
影の名を背負う覚悟を決めたなら、サスケの友としてお前が本当にやるべきことをやれ。伝えることは全て伝えた。帰るぞ、ガーラ。俺はお前を友だと思っている。かつての俺にとって友とはただの言葉、それ以上でもそれ以下でもなかった。だがお前と会って気づかされた。大切なのはその言葉の持つ意味だと。その意味することが何なのか、お前はサスケのために何をしてやれるのか、よく考えろ。行くぞ。サスケのやつはもうダメじゃん。ああなってしまってはナルトも諦めるしかないだろ。だが、それでもなお期待をしてしまう。かすかな可能性を。お前ならば、かつて俺を闇から救ってくれたようにサスケを救い出すことができるかもしれないと。風影としてサスケを許すことはできない。だが一人の友として俺は渦巻きナルト、お前を信じている。お前ならば